どうもトミヤンでーす。ドラゴンクエスト4第4章続きやっていきたいと思います。やり込みプレイしております。さあ現在地、前回までのドラクエ4、こちら、前回第4章で静寂の玉取りました。王林味方になりました。今回の目的はハバリアに前回到着したので、ハバリアの情報収集と、キングレオの城でね、あの大臣をね、王様のところへ連れて行くために火薬を探しております。大臣を驚かすために西アッテムトになんか火薬があるという情報を得ましたね。現在地こちら、スライムのいるハバリア。今日も元気にニューファミコンのコントローラーで遊んでいきたいと思います。さあ行こう、情報収集しましょう。お、わりかし広いお店。あたしはジル、早くから会いに来てくれてありがとう。あ、酒場かな。でも夜からなの、ごめんね。酒場っぽいね。まだ準備中。まあまたハバリア夜に来ましょうね。さてさて、この地下には前回行ったんだよね。キングレオの王様が変わってから取り締まりが厳しくなっちまって、船に乗るための乗船券がなかなか手に入らないんだ。あ、なるほど。前回ね、話聞いたんですけど、まあハバリアからちょっとスライムのけましてね、あのエンドールへの便があるみたいですね。うん、乗船券がいるんだ。ほうほうほう、王様に許可もらわないと船出ないんだね。さあお店。防具、ほうほうほう、毛皮のコート欲しいね。鉄の鎧は二人は関係なさそうだ。羽帽子は持ってるから。あ、毛皮のコート欲しいね。ただその前に細かいの買っとこうか。鱗の盾、あ、ミネア装備できる。よし、買っとこう。これ意外にね、あの盾持ってない状態からだと結構上がるからね。守備力30から37、いいじゃん。これ盾と兜は OK だね。そして道具屋、うんうんうん、まあ今ね、魔法ホイミ覚えております。キアリーはまだだよね、ミネア。そしてマーニャ、ルーラ覚えております。まあキメラの翼でも1個ぐらい持っといた方がいいかもね。わ、ちょっとアイテム欄がもう満タンだね。あ、奥になんかあるね。あ、ここなんか落ちてそう。ないか。船着き場があるのかな。ハバリア、あ、あるじゃないの、船着き場。憧れの船が、壺でもあるかな、反対側。乗りたいな、エンドール行きたいね。あ、何もな。はい、戻ってきました。まあね、船に乗ると言っても二人はもう敵討ちが先だからね。父親のね、乗船券を持っているかい。持ってねえなら乗せるわけにはいかねえな。そうですか。まあ、王様をにね、認めてもらって乗船券もらうしかないですね。さあこっちは、あ、おじいさんがいる。こんにちは。この海の向こう、エンドールには大きなコロシアムがあっての。わしも若い頃はコロシアムで戦ったもんじゃ。本当かな。出た、もう老人の武勇伝ね。
わしも若い頃はのブイブイ言わしておったんじゃ的なやつだよね。なんか離れのお店、何これ。あ、武器屋か。あ、出た出た、鉄の奥義と毒針、これは欲しい。鉄の奥義買うか。モーニングスター、鉄の奥義いっときますかね。あ、マーニャなんだ。え、マジか。ミネヤじゃなくてマーニャか。うわ、でもマーニャいっとくか。まあ、コンプリートを目指してるから買っちゃいました。マーニャ、鉄の奥義。あ、全然だ。もうちょっと踊り子の服も売るか。多分ね、売ってると思うんだよね、将来も。一旦売りましょう。ちょっとアイテム欄が、踊り子の服売っちゃ、あ、300ゴールドで売れるんだ。結構序盤大事だよね、その300ゴールド。262。あ、なるほど。わ、これ鉄の奥義買わずに別の武器買った方が良かったかもね。なるほど、モーニングスター買えたな。まあまあまあ、いいじゃありませんか。鉄の奥義ゲットです。全武器。銀のタロットは飛ばして、鉄の奥義ゲットしました。いいんじゃない。毒針も欲しいよね。でも毒針マーニャだと思うんだよね。ちょっとお金欲しいですね。みんな疲れてる状態かな。あ、ほぼ大丈夫だね。ホイミ、ミネヤがちょっとかすり傷ぐらいの。うちのおじいちゃん、ああ、鳩場に、鳩場というか海のとこにいたおじいちゃんか、あの武勇伝の。さあ、宿屋の2階。ほら、好きな子ができただ。絶対嫁っ子にもらって帰るだ。どこの子かって、酒場のジルって子だ。いやー、いや、もう酒場ので働いてる女性なんかもう百戦錬磨のね。はい、ということで、いつもなら夜にするために外ほつき歩きますけども、闇のランプ使ってみよう。すると、あら不思議、またたく間に夜になりましたとさ。早速夜も探索してみたいと思います。ほほう、敵討ちの旅をして、敵の名はバルザックとな。確かキングレオの新しい王様もバルザック。いや、多分人違いであろう。王様にまでなってるんだね、親の敵。みんなすごく飲むから注文取りも大変だわ。エンドールで行われた武術大会では、どこかのお城の姫様が優勝したそうですよ。アリーナ噂になってるね。楽しい夜を。あたしはジル。さあ、あの人が注文取ってるのジルかと思ったけど違ったんだ。楽しいだなや。ああ、それそれ。あ、この人昼間のジルを口説きたいっていう人ね。おい、酒はまだかって、ジルも一緒に遊んでるから。こっちの人絶対怒るよね。あいつ何踊ってんのよって。オフに踊りなさいよってね。今日シフトでしょみたいな。あ、一人寝てるな。あ、あのなんかモンスター歩くのか。静寂の玉でいける。あ、この人、あ、喋れるんじゃない。じゃあこっちに来たら、お、来た。うおーん、うおーん、なんだそれ。ホイミンだったらわかんのかな。こっちにね、モンスターの仲間いないから言葉がわからない。
今乗船権を持っているのは王様が変わる前に手に入れた人たちばかりです。次に出る船が最後の船になるかもしれません。元の王様だけが乗船権の許可出してたんだね。バルザックは出さないと。なるほど。あ、夜は船閉まってるみたいだね。そして、あ、武勇伝のおじいさんが寝てる。おじいちゃんたらまたここに来ていたのね。そんなにエンドールが懐かしいのかしら。ここからじゃ見えやしないのに。あー、確かにこの位置からだとね、なんか小島がいっぱいあるからエンドールは見えないんでしょうね。うん、天気が良かったら富士山見える的な。エンドールが恋しいんだね。あ、武器屋も休み。オッケー。じゃあ行きますか。まずはちょっと周辺探索っていうかね、様子見で近くまで行こうか。夜中から出発です。あ、ちょっと待って、今こっちなんか行けるんじゃ、あ、行ける。お行けるのか、行けないのかい。ちょっと北東探索してみようか。特に何もなしか。あ、明治モモンじゃ、初めまして。ギラ行きましょう。初ギラ。あ、強いギラ、いいね。明治モモンじゃ撃破。間違った。ほいみ。まあちょっとお金も貯めたいよね。600ゴールド。モーニングスターとか書いたいよね。明治モモンじゃ、魔法モモンじゃってね、書きました。文字数足りない。あ、ヘルビートル、はじめまして。どんどん来るね。ルカに、あ、一撃。ヘルビートルに何もさせずに終わらせました。あ、次がキングスライム警報出てますよ。ワクワクするな。ヘルビートル、ちょっとカメラ出したまま行きますね。さあ、次キングスライム出るんでしょうか。レベルアップです。マーニャ、賢さ3ポイント、いいね。運の良さもいいね。まあまあ、出すですな、出すなって。ペロペロ改め、ペロペロ。こいつなんか分裂しそうだよね。60ゴールドあるのか。周辺探索しながら、おっと、明治モモンジャだから絶対魔法使ってくるよね。いいね、ホイミしとこう。メラ、わ、ヒャード使ってきた。さすが明治モモンジャ、魔法も効かないのか。せっかくマーニャ武器買ったんだから。おお、ミニアと同じぐらい攻撃力あるね。でもやっぱミネアの武器が欲しいよね。王林任せとはいえ。おー、8ポイントダメージ受けるのきついな。ちょっとここは王林任せで。ディフェンス、ディフェンス、ディフェンス。とはいえメラ行くか。いいよ。あ、ミス。あ、スカラしてんのかこいつ。バギだ、バギとメラ。バギ効かない。あ、結構お金貯まるね。あ、900ゴールド、いいね。ちょっと朝までお金貯めようか。朝までお金貯めて、
キングスライムワクワクするなぁ。ということで、朝まで頑張ってみたいと思います。あ、もう朝なった早い。あ、しびれダンビラ初めてじゃないこれ。初めましてだね。しびれダンビラ倒しました。2枚目じゃなくて3枚目。しびれダンビラ、あ、一つ目ピエロってもう倒してるような気がするけど違うな、こっちだなキングレイを言ってもしょうがない。戻ろう。ついにモンスターリストもね、3枚目に突入。皆さんに見てもらいながら行きましょうか。いや、オーリンの最大ヒットポイントの高さだよね。石人形ヒットポイント低いだよね。よし、一泊しましょう。初めてだね。あ、18ゴールドちょっと高いじゃないか。1100ゴールドか。モーニングスターは買えないね。ちょっともうちょっと頑張ろうか。薬草毒血草、まあでも鎖鎌売っちゃえばいいか。モーニングスターね。ただミニアが装備できるかどうか確認はしてないけど、多分できると思うんだよね。買っちゃうか。ちょっとカメラ消してと。ミニア鎖鎌売っちゃいます。で、モーニングスター、やっぱり装備できる。よし、装備ミネア48。おー、どうなんだろうモーニングスターゲットしました。さあ行くか。西に向かって行きましょうか。まあ北東はチェックしたからね。ちょっと待ってね。あ、モーニングスターはもう、でもクリフトが装備してたかね。武器リストはもうチェックついております。行こうか。さあキングスライム出てくるのか。西に向かいましょう。まあ無理せずに、まずはアッテムトを目指して、途中でルーラで退却って感じかな。第1次アッテムト遠征。あ、祠発見。なんだここは。ここはお告げ書。神のお告げが下る聖なる祠。あなた方が仇と狙う男は巨大な暗黒の力によって守られています。しかし案ずることはありません。私には見えるのです。あなた方もまた光り輝く力によって守られているのが、今は小さな光ですが、いくつもいくつも導かれ、やがて大きな力となるでしょう。焦ってはいけません。あなた方が絶望に打ちひしがれたその時こそ、あなた方の旅が始まるのです。お言葉いただきました。先に進みましょう。ここの下はもう行ってるよね、南側ね。ダークドリアード、はじめまして。どうしよう、バギとギラの最強魔法で。ラリホーマー、嘘でしょ。なんとか倒せた。ラリホーマーすんの。こんな序盤にラリホーマーって
ラリフォーでいいんじゃないの。強烈だね。ダクドリアードを倒しました。オッケー、2枚目コンプリートまであと3体。あ、西の端まで来たよ。ダクドリアードめ、全力で行った方がいいな、これ。ここはまあ木だから燃えやすいよね。炎系とか真空系にも弱い、魔法に弱いね。経験値とゴールド少なくない？少なくなくない？あ、もう夜になりそう。あ、トラ男、はじめまして、ルカニ。遅かった、ルカニ。あ、身の毛もよだつ雄たけび。いた、17ポイント、すげえなこいつ。トラ男撃破しました。残りキングスライムとエビルハムスター。さあ来るのか。夜になりました。暴れるエビルハムスター来たー。エビルハムスター強ー。おい、見しとこう。ミネア、せっかく武器買ったのに使え。エビルハムスター撃破、レベルアップです。エビルハムスターね文字数足りない。ミネアレベルアップです。わー、低成長だね。111って運の良さだけ4。ちょっと成長がね。あとキングスライムだけ。もったいぶるよね、キングスライム。おっと、村発見。あ、これじゃない、キングスライム。どうしよう、様子見ようか。あ、防御しとこう。合体するんでしょこれ、絶対合体するよね。合体するよね。防御、スライムたちがキングスライムになっちゃったこれ当時ね、驚いたよね。ラリフォーしようかな。ルカニ、いいね。魔法捨て、でもその前に魔法捨てするんだね。その前にルカニ食らわしたからね。全員攻撃、1ポイント高いんじゃないのこれ。ほら強い、ホイミ攻撃力高いじゃないか。やりました、キングスライム撃破です。モンスターリスト2枚目コンプリートです。やったね、数々の敵を撃破しました。ペロペロではなくベロベロです。さあ3枚目に向かいたいと思います。一回ちょっと退却した方がいいかな。夜のアッテムと入ってみようか。アッテムと到着。あ、宿屋泊まれるのか。ちょっと泊まろうか。悲しい音楽、何これ。早速探索してみましょう。かつて賑やかだったこの町も今はこの有様。私の妻もこの町で長い眠りにつきました。なんて悲しい話なんだ。ここは鉱山の町あってもと、と言っても今ではとても人の住めるところじゃないわ。何があったんだ。火薬作りはお城から禁止されてしまっての。もし火薬が欲しいなら鉱山の中にまだ残っているからそれを持っていくがいい。なんか病気にかかってるのか、鉱山病か。
あー屍。あ、これ牢屋の鍵はさすがに王林でも開けられないんだね。危険、近づくな。待って、鉱山から変なガスが湧いてきて人がバタバタ倒れたんだ。なんて恐ろしい。ごほごほ、命が惜しかったら鉱山には入らないことです。変なガスが出た時から魔物たちが現れ始めて、ごほごほ。あんたたち早くよそにお行き、そこの人みたいにならないうちにね。なんか売ってくださいよ。うわぁ、トラマナも覚えてないからちょっと行ってみるか。返事がない ただの屍のようだ。しかしその手には手紙が握りしめられている。お父さん早く帰ってきてね。弟のピピンも寂しがってるわ。今度二人で会いに行きます。え、ピピン。あ、こっから鉱山か。はい、ということで今回はここで区切りたいと思います。ここをセーブできるのかな。あ、できるね。お告げ、ミネア700。セーブできるからルーラーはどうだ。あ、できますね。はい、ということで一旦ちょっと金貯まったから、あの毛皮のコート買いに行きたいね。行きましょう、ハバリアへ。街の中にダンジョンがあるから行きやすいことは行きやすいね。さあ、毛皮のコートおいくらでしたか。600ゴールド、いいじゃないの。二人ともかな。あ、二人ともか。ミネアとマーニャ。まあ、ちょっとミネアが薬草を持ちすぎ、マーニャにしましょうか。もう一個買わないとね。まあ、先にマーニャに装備してあげようか。おー、守備力8アップ。いいじゃない。で、売っちゃいましょう。革のドレス。はい。よし、行こう。戻ろう。あ、あと、あってもとの、あれだね。夜だけちょっと調べておこうか。闇のランプ。霊とか出そうだよね、ここ。妻のヘレンの墓です。ヘレン、君に会えるのもそう遠くはないようだ。悲しい物語が多い。ちゃんの生きがいか、火薬作り。この人に火薬の元を持ってきたら作ってくれるんじゃないかな。あ、やっぱりいる。霊がいますよ。我が遺跡を荒らす者に災いあれ。メラ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 。まだまだ金が出る。一攫千金狙ってるのか。命がいくつあっても足りないぞ。
かれているんです。うわあ、さすがの神父様も24時間勤務はできないみたいだね。ということで次回あってもと鉱山向かいたいと思います。それではまた、さよなら。